西ゲルマン語群とは、インドヨーロッパ語族ゲルマン語派中最大の文派である。英語、ドイツ語、オランダ語、フリジア語、ルクセンブルク語、アフリカンス語、イディッシュ語などが属する。ゲルマン民族の大移動の推移期限前750年から1年、ゲルマン語派は、伝統的に東、西、北ゲルマン語群の3つの語群に分類される。これらの詳細な系統を、 ルーン文字の乏しい資料から決定するのは難しく、そのため現在でもいくつかの言語はその系統と分類について論争が見られる。民族移動時代の頃は、まだこれら三語群は互いに意思疎通が可能であったと見られる。現在西ゲルマン語群に分類される諸言語の元となった方言は、紀元前一世紀頃、後期アストルーフ文化の中でゲルマン祖語から分化したとされる。 この時分かれた西ゲルマン語群は以下の点において音韻論的にも形態論的にも東、北ゲルマン語群と特徴をことにしている。しかしながら多くの学者は西ゲルマン語群が直接ゲルマンソ語から分かれたのではなくゲルマンソ語に直結する何らかの言語を介して分化したのではないかと考えた。すなわち西ゲルマンソ語が存在したのではないかということである。 それどころか、一部の学者は、ゲルマン祖語から、東ゲルマン語群が分化した後に残った他の、ゲルマン諸語つまりは、北西ゲルマン語群が4つの方言に分かれ、1つは、北ゲルマン語群に、残りの3つは、西ゲルマン語群、と呼ばれるに至ったと論じたのである。つまりは、北海ゲルマン諸語、インガ外オーネース語、その流れを組むアングロフリジア語群と、低地ドイツ語エルベゲルマン諸語、 ヘルミノオネース語、その流れを組むコーチドイツ語、ベーザー・ラインゲルマン書語、イスタエオネース語、その流れを組むコ・フランク語と、定置、フランク語の3つの方言である。この見解の根拠は、北ゲルマン語群、西ゲルマン語群に共通して見受けられる以下の点を、含めた多くの言語的現象から来るものである。この見解下では、西ゲルマン語群の特徴は、 北ゲルマン語軍から分離した際にできたもので、西ゲルマン祖語から受け継がれたものとはされない。それらの特徴は、中央のゲルマン諸語間の言語接触により広まったが、スカンジナビアまでは到達しなかった。しかし、この二語軍間の公文法の類似点から判断すると、古代西ゲルマン語軍と北ゲルマン語軍が互いに意思疎通が可能であったほど近い存在であると主張された。 中世の間、西ゲルマン語群は、島諸部における、中英語の発展と大陸部における、第二次死因推移によって、明確に分かれた。第二次死因推移は、高知ドイツ語と、その他の西ゲルマン諸語を区別し、その際は近代までに相当広がったとされ、例えば南は、高知アレマン語と、北は、北定地作戦語の場合、両言語とも、 ドイツ国内の話に関わらず一疎通は不可能である。最南端の諸方言は第二次死因推移を完了したが、北部諸方言とはその影響を受けずに残ってしまったのである。現在のドイツ語方言のうち、定地ドイツ語は大部分が近代英語と類似している。これはアングル人の発祥地が北ドイツのアンゲルン半島であるため、サクソン人が アングリアの南に入植したため、すなわちアングロサクソン人がこの二つのゲルマン民族と、その他の雑多な北、ドイツ諸民族、そしてユトランド半島から来たためである。西ゲルマン語群の分類は、伝統的には、以下のようにするのが一般的であった。近年では、戦術の通り以下のような分類も考えられている。現代ヨーロッパのゲルマン語派、北と西を分ける、 境界線北ゲルマンゴ群アイスランド語フェロー語ノルウェー語デンマーク語スウェーデン語ニシュゲルマンゴ群スコットランド語英語フリジア語オランダ語定地ドイツ語中部ドイツ語上部ドイツ語細分化された分類についてはまだ確定されたものではないことに注意下の表は近代ニシュゲルマンション語の相互関係を記したもので密接な関係にありゲルマン祖語の語根性図は 非二期限を持つ三つの単語で示してある。これを西ゲルマン語群の主要なみこと号令にとってみていこう。ありがとうございます。